から今までの方と違う。こちらからオファーもせず、まあ、戦いに飢えてる人たちって感じかな。一番強いやつ決めよう。コンプライアンス何も関係ないから、一番強いやつ決めよう。一緒に日本一決めようよ。もうなんか何も言うことはないというか、思い描いてたものを作り、思い描いてたようなリアクションをもらえたっていうのが、あそこは確かな手応えを感じましたね、うん、内容もそうだったし、結局やっぱりトドのつまり、なんかこう、なんか大食いの真髄ってあれなんじゃないかなっていうのは、あそこでなんか一つ答えは出たんじゃないかなっていうのは思ってます。フードバトルの答えというか、出ていただいた方は皆様頑張ってもらって、特に印象だったらやっぱ川ザエルかな。もう朝の挨拶から一言も喋らないで会釈するぐらいでバチバチに仕上げてきてくれてみたいな感じのモチベーション持ってくれてる人いて、すごい嬉しかったなって印象がありつつも、複雑っすね。第1回から第5回までガオをやってきました。今回は今までの方とちょっと違う、まあ、分かりやすく言うと、こちらからオファーもせず、まあ、戦いに飢えてる人たちって感じかな。シンプルに戦いたい人、別に戦う理由は何でもいいんですよ。名前売りたいだとかお金稼ぎたいとか何でもいいんですけど、シンプルに大食いで戦いたい人、自分の強さを証明したい人に向けた大会になっております。内容はラーメンショップっていうお店があるんですけれども、そちらのラーメン、ネギラーメンになりますね。代表的なネギラーメンの60分勝負、日時が2022年9月の30日。もしこの動画を見てですね、戦わせてくれとか戦ってもいいよっていう人いたら、ぜひご応募ください。縛りなど一切ありません。なので思う存分暴れていただきたい。だし僕も思う存分暴れるうちの一人です。僕はよくこう大食いとかだと倒す標的にされたりするんですけれども、僕も挑戦者として出ますので、ぜひ皆様で、本物のバトルを繰り広げましょう。まあここで多分一番誰が強いかっていうのが証明されると思うんで、でこの大会のもう一つの側面としては、もう有名無名関係ないです。キレイ汚いも関係ないだし、無手でやってないんで、だから本当にもうコンプライアンス何もかも取っ払って、自分が60分でラーメン一番食べれるって思う人だけ応募してきてください。賞金も何もないし、出演者の費用も何もないです。出演費も交通費もないです。だからこそ本当の戦いが見れると思うので、この大会は強さだけにこだわった大会になります。ぜひ自信のある方応募してください。なんでこの大会を一番強さが見れるって言ったかっていうと、やっぱり60分でラーメンって攻略がいる食材なんですよね。大食いやってる人とか見てる人だったら分かると思うんですけど、必ずしも10キロ食べれる人がじゃあ60分でラーメン10キロ食べれるかって、そうじゃない。攻略要素が十分ありつつ、なおかつ時間60分っていうのは後半特に残り10分ぐらいかな、大食いの本当に進化が問われる時間が含まれているので、本当の意味での一番が見れるんじゃないかなと思っております。わからないですよ、カーザイルが来るのか、テイデキノサなんか来るのか、はたまた全然知らない方が来るのかわかんないですけど、そんな一切関係ないです。一番リアルなファイト、フードファイトを皆様で作り上げましょう。もうめんどくさいことでいいから、コンプライアンスとか全部いらない、めんどくさいです。いい、そんなんじゃいいものできない。もう一番強いやつ決めよう。コンプライアンス何も関係ないから。一番強いやつ決めよう。ワクワクしかしないでしょ。何も気にしなくていいんだから。もう全ての不安を取っ払って、実力だけを証明する。それがこの第6回ガオ。おそらく、この大会に応募してくれた方は俺が一番だって証明したいって思う人たちだと思うんです。なので存分にこれから暴れてほしいです。今後のフードファイト界で我こそは最強だ、そう思う人
こちら概要欄にサムライティングのツイッターの DM もしくはメールアドレスを載っけておりますので、ぜひそちらの方にご応募ください。今この動画を見て胸の奥がちょっと熱くなっちゃった人、一緒に日本一決めようよ。待ってるぜ。